町の賢者、はい、あなたがですね町の賢者となって世直し、いろんな人にアドバイスを送ってもらいます。ラジオネーム田中誠志郎。国はなくとも茅回り。ホテルで音楽や映画について語りながらビートルズとステーキを食う男、永遠の国家元首加山雄三さんのオフィシャル加山年表、すごいです。ほう。1945年8歳初恋、同じ小学校の2年上の目の細いおとなしい女の子。その人が前を通ると何も言えずただ下を向いていた。近所の子と初めての喧嘩、つまらない言い争いで相手の頭を大きな石で殴った。その後母親がひたすら相手に謝った。1948年11歳、スキーを本格的に始めると言っても正式にコーチを受けたことは一度もなく、おじや選手の滑り方を手本にした。1951年14歳、処女作夜空の星を作曲。1954年17歳初めてスキー競技大会に出場。1955年18歳、初のモーターボートを5ヶ月がかりで完成。台風の中を鎌倉まで行った木と岸の近くで船が転覆、溺れかかるところを通りかかった人に助けられる。え、いや密度濃すぎるだろ。10代だけでドキュメンタリー1本作れるな。で、年表には書いてないけど、19歳の時心肺停止になって臨死体験、11歳で本格的に始めて、23の時はマジでスキーの国体に出てるし、お前プロゴルファー猿かよ。5歳の時から滑りまくっているからスキーは下駄と同じだ。まあという感じですね。すごいんですよ、だからやっぱ加山さんってね。だから僕らが心配することじゃないんですよ、まあ、僕らのすごいタフだし、やっぱりスターだし、うん、そうですね、僕らかわいそう加山さんなんてさ、うん、言うやついるけどさ、全然ですよ、うん、強いんだから。そっから華々しい50年ぐらいの、こっからもうすごいことになりますよ、マジで。造船所行ってんじゃない、もう多分もう戦艦マジ作ってんじゃない、もう。改めて、改めてでかい原子力潜水艦、ね、もちろん甲子園よりでかいの。もちろんでしょ、それはもう。ですもんね。ラジオネーム三平。最高の兄花田勝氏が特ダネに出演し引退を表明している貴乃花親方について、ここ十数年で一番いいコメントをしていました。彼は本当に相撲が大好きで、相撲一筋の人間だから、ちょっと心配です。僕は争い事は好きじゃないので、兄弟仲良く仕事をすればいい生活もできるし、いいことなんですけどね。僕はもう番組でも何でも、二人旅でも、って思ってます。いいぞ、マサル!変な髪型だけどかっこいいぞ!二人の旅番組とかマジで最高だわ。東北の旅館で露天風呂入って思い出話に花咲かせてよ、せっかく全裸になったんだから相撲でも取ろうかっつってよ、もろ出しでがっぷり四つに組んでよ、ガチンコ横綱の浴びせ倒しが炸裂してよ、マサルが雪の上に転がってよ、兄ちゃん肛門見えてるなんて爆笑してよ、想像しただけで涙出るわ。有吉さん、二人の旅番組の MC、よろしくお願いします。素敵だね。素敵ですね。引退っていうか、辞めるのかな、やっぱり。そうですね。辞めるのかな。うん。寂しいな。そうですね。思いがけないな、本当に。本当そうですね。やりゃいいんだよな、だからまた。高野花さん、ちゃんこダイニング、高な。若じゃなくて、うん、若じゃなくて、ちゃんこダイニング、高。商売の方に。また揉める。おいおい、なんだそれ、ちゃんこダイニング、若のパクリじゃねえか。結局揉めちゃうんだ。ラジオネーム、田中誠志郎。心の隙間とシワにつけ込む、うつろな目をした、うすら笑いの、ほら吹きセールスマン、島田翔平の虚言野郎が、ポンに出演し、9月で番組が終わるのをいいことに、ビビる大木さんを捕まえて、とてつもない幸運を持ったスターだの、覇王戦だの、好き勝手、ザレ言抜かしてやがりました。ふざけんな、バカ!なんでとてつもない幸運の持ち主の覇王が長年勤めたレギュラー番組を失って古巣から追い出されてんだよ。てめえ、クソの足しにもならねえ妄言並べ立ててな、あぶくずに稼ぐのも対岸にしろっつんだよ。んなことやってる暇あるならな、挨拶回りの一つでも行って、
頭下げて大木さんに仕事を取ってこい。まあ本当にインチキ人間だよ。島田さんインチキクソ人間。クソ人間、いやどうかな。占い詐欺師。いや、まあ、小銭泥棒。小銭泥棒まで行きます。すげえ言う。普通の犯罪者ですけど、小銭泥棒だと。いや、犯罪者だって。嘘ついて人から、年寄りとか弱者から金巻き上げてる。嘘かどうか。嘘というかね、助言みたいな。そういうこと。マジで大食いの占い師見たことねえな。小食ばっかりだらあいつら、小銭しか持ってねえから、大食いできねえから。確かに。大食いの占い師見たことない。見たことないです。確かに。うん。おかしいな。確かにそうですね。なあ。はい。別に、まあ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 、食わないだけってことですよね、単純に。変ですね。全員が全員大食い目指してるわけじゃない。食わない奴なんて人間としてのパワーがないじゃん。ああ、エネルギッシュじゃないってことですか。まあまあ、そうか。だからそんな奴にお前、占われてもしょうがない。そんな奴をお前見れるわけないじゃん、俺らのすごい圧倒的パワーを。うん、ああ、そういう意味では確かに。もしかしたら。って出てんだから、俺らパワーが。あ、悟空みたいな。見えるぐらいにもう。そうですよ。出てるんですか、うん、そんなの占い師が占ったところだ。もう一発だよ。ワンパンだよ。ワンパン大食い関係ない。パンチで倒してるじゃないですか。ラジオネーム、アフロ宅配便。トランプ大統領と不倫をした AV 女優、ストーミー・ダニエルさんが、トランプとのセックスについて語っていました。トランプのあれは、引くほど小さくはないけど、小さい。本人もわかってるっぽいけど、あれの形がなんか変。でかいキノコの傘的な。過去最高に退屈だった。ダニエル、もうやめてやれ。トランプもモテたくて大統領になったのに、あんたみたいなのしか捕まえられなかった挙句、チンコとセックスについて酷評されたら立ち直れないよ。トランプもこれに懲りたら、俺と一緒にピンサロだな、っていう。トランプさんね、でかいキノコの傘的な、うん、すごいな、興味あるな、うん、食欲出るな、出ます、食べたいくなる、キノコで。ラジオネーム三平。ハリウッド女優のゆで卵、誰逃れ明美、ハリウッド進出を断念、理由は英語が追いつかないから。はい、大変面白いニュースでしたね。ということでね、だいぶ尺が余ってしまいましたので、ヘラブナの話でもします。なんで、ヘラブナというのは大変賢い魚でございまして、なかなか餌を食べません、うん、危険を察知する、能力が高いため、少しでも違和感を覚えたら絶対に食いつかないんです。さあ、ここから話を戻しますが、おそらく誰逃れさんは周囲の人間から、アケミのバタ臭い顔ならアメリカでも通用するよなどとおだてられて揚力し、ダボハズよろしくその餌を丸飲みしたんでしょう。英語が喋れないこと、演技ができないことに気づいたのはその後です。つまり、ハゼ逃れさんは選ぶなほどは賢くなかったというお話でございますね。お粗末でした。なんで魚に引っ掛けたの。まあでも、なんていうのかな、だから誰逃れがやったり発言したりすることで怒ったりする人って楽しみ方知らないんだろうね。あいつはそういう人だから。誰逃れってこういう人じゃん。はい、だからそうですね、それを楽しむタイプのタレントさんですから、うん、ああ、なるほど、うん、そうです、ね、はいはいはい、うん、まあ、いわゆるワイドショーよく出てくる、いわゆる貝谷川崎さんとか、はい、川崎麻衣さん、はい、夫妻とか、はい、まあ、石田純一さんとか、はい、そういう、あれ、なんか代表作そんなないけどな、よくでも出てらっしゃるな、とかいう人は大体やっぱりそういうワイドショー系で、はい、なんかハレンチな騒ぎを起こして、うん、っていう方々が多いですから、そういう人たちですから、うん、そのグループですから、うん、グループ、ね、あるんですね、グループね。誰逃れさん、誰逃れさんに本気で腹を立てた時点で、うん、やっぱり、あ、ちょっと心が疲れてるんだなっていうバロメーターにしてみたら。自分の中で、はい、余裕があるときは誰逃れに対してマジで腹立てたりしないと思う。またバカやってんなこいつはと思う。うわっとなったときはちょっと心が疲れてる。なるほど、身につまされます、ね、心が酸性なのか中性なのか、アルカリ性なのか出た、うん、ね、さあ、素晴らしいです。最高です。三平、クロスフィットトレーナーのあやとかいうゴリラボディの女性が自身のインスタに神田うのとのツーショット写真をアップし、
神田うのの顔が整形っぽいというコメント殺到していたんですが、それを目ざとく見つけた神田本人が、あやのコメント欄に原稿用紙5枚分ぐらいの反論を書き込んでやがりました。全文掲載は不可能な量なので目に留まった文章のみ抜粋します。この場を借りて言わせていただきますね。ネット上では顔面崩壊みたいな意地悪を書かれているようですが、私にはその心配がありません。縫ったり切ったりしたことがないからです。老け込んだ顔は失礼になりますので、今後もヒアルロン酸とベビーコラーゲンと上手にお付き合いしていきます。 PS 思い出しました。私のおでこに鉄板が入っているという噂もネット上であったようです。おいパンストこのユーモア小説お前の最高傑作じゃね。どっかから出版しろ。タイトルはデコに鉄板、くっせえパンスト付きで600円、買わねえけどよろしくな。見るだよな。高島彩さんもなんかインスタやめるとか言ってな、ね、なんかちょっと悲しいことがある多いからっていう言ってましたね。読まなきゃいいのになと思うんだよな、ね、コメント読むんだな。やっぱり気になっちゃうんですね。普通の人は気になるのか。うーん、それがな、あんなもんは地獄だと思って放置しとかなきゃ。いい、あ、誰か褒めてくれてるかなって思うのかな。いや、そっちでしょうね。最初は。そういうことか。辛いな、それはかわいそうに。ラジオの味噌クリームコロッケ。ユーマおじさん、小栗旬が長年の夢だったハリウッド進出を実行に移すと週刊女性が報じてました。あ、週刊誌女性自身が報じていました。芸能プロ関係者によると、すでにアクション映画のオファーが小栗さんに届いており、この全米デビューを機に家族4人で LA に移住をするそうです。うん、いやー、心配だな、実に心配。その、俳優としてじゃないよ。旬くんは演技力もあるし、そこそこのユーマを持ってるから俳優としてはやっていけると思う。でもさ、旬くん英語喋れる？いや、いたのよ、一人。ハリウッド進出するとか大々的にアピールして結局英語が追いつかないからと断念したっていうふぬけ野郎、クソショーもね。いや、ピース綾部さんパターンなら全然 OK よ。ちゃんと渡米して何やってるのか分かんないけど頑張ってるじゃない。でも渡米するって公に発表しといて英語追いつかないから行かないってパターン勘弁してよ。うん、本人の名誉のために一応名前伏せるよ。まあ、誰って言われてもな、誰かな、誰、とりあえずしゅんくん英語頑張ってねって。ちょっと味噌クリームコロッケはちょっと心が病んでたけどね。え、西のスイカ。元 AKB48 大島優子がインスタグラムで I'm doing for the secret project バンダンバンダンと投稿し、秘密のプロジェクトを進めているそうです。 Hi 優子 You study English well But I have one thing I want to say Takamina isin bad shape so don't play around her 日本語訳です。いや、ゆうこ、よく英語を勉強しているね。でも僕には言いたいことが一つある。高みな具合悪いんだからふざけんじゃねえぞ。言われんな、これ。何でも言ってた。昔のね、映像がね、ドキュメントでありましたからね。あとは選挙の時のなんかあれでしたよね。なんであれ怒ってたんだか、あいつ。何が怒ってたんだか。あれ、何怒って、何あれじゃないですか。その後輩が急に結婚するって言ったことに対する怒りじゃないですか。あ、そうか、そうか。それでありえねえよ、みたいなこと。で、帽子にちょっとそんな書いちゃってみたいな。それで仲良く立てたみたいな。はい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 。そうか。チンピラだな。まあ、大男あったんでしょうね。そうだな。いろいろね。大男あっても、ああいう発表の仕方はな、やっぱり。やっぱりそこでやっぱり掴みかかっていかないと。その現場で会場で見てたんならもう舞台上がってて、はい、あ、おい、それやめてたのやるのか、おい、おい、やるんだな。ゆうこですよね、これ。違いますよ、もう。やるのか、ゆうこですよね、レスラーで。よし、やろう、うん、おい、よし、やろう、うん、じゃあ 10.9、うん、東京ドーム抑えろ。やっぱりそれがプロレスなんだよ。それはプロレスですね。プロレスだったらね。それはプロレスです。はい。やっぱそれじゃないとな。それはプロレスです、ね。それやったら面白いですよね。そうですね。いや、そうしてくれないと。うん、だってそれやって、秋元さん怒るかなって言ったら絶対怒んないだろ。確かに。ああ。客席からそのプカッと感情的になんか乗り込んでてさ、何やってんのお前って、はい。そうですね。そうしてほしいな、平子にも。僕にも。やっぱ平子もやっぱりなんかね、はい、どっかでなんかいろんなことあって不満なときやっぱすぐリングに上がってほしい。うん、ああ、どっかでやっぱりちょっと抑えようっていう貧困性で、うん、これ常識である、はい、常識的にと思うだろう、うん。いなきゃなっていうところはどっかありますね。はい、それがやっぱちょっとプロレスラーとしてやっぱり二塁で止まってるところだな。プロレスラーとして。ああ、やっぱ感性で動かないとプロレスラーは。うん、
僕がプロレスラーとして二流。やっぱりマッチメイクいろいろあるだろうけど、それ猪木さん怒んない、そういう事件喜ぶ人だから猪木さんっていうのは。マッチメイクではですね、そうですね。プロレスラー。おい、予定と違わないから何やってんだと怒んないよ。面白いね。はい、粋ですね。三平。カルボナーラを手で食いそうな武田鉄矢さんですが、ザ・カラオケボテル、あ、これだちょうど、ザ・カラオケバトル、ご本人は何点出せるのかスペシャルにて、自身の代表曲である、贈る言葉をフルパワー熱唱し、全国平均を下回る75点を叩き出し、素人以下の烙印を押された挙句、スタジオから強制退場させられていました。いい加減にしろ。芸歴46年のプロシンガーがよ、何万回も歌ってきた持ち歌で全国平均下回るわけねえんだバカ野郎。何が75点だ、何が素人以下だ。ちゃんと見てねえけど風邪ひいて声出てなかったんだろ。体調不良だバカ野郎。竹鉄、具合悪いんだからふざけんじゃねえぞ。めちゃめちゃ擁護してくるやつばっかりだ。いやね、そう。ラジオネーム田中誠志郎。有吉さん、ハゲとスケベのテリーのこと、増添陽一元都知事がカルロス・ゴーン会長とのツーショットを載せたり、若い頃フランスに留学したがルノーの大衆車によく乗ったなど、ちょいちょい自慢を挟みながら真相を明らかにしてもらいたいとツイッターでこと足りる程度のチンカスみたいな持論を述べてやがります。このハゲ違うだろう、違うだろう、明らかにしてもらいたいじゃないだろう。真相を明らかにしてないのお前だろう。うやうむやな言い訳ばっかり繰り返して都知事辞めたことを忘れるな。血税使い込んだことを忘れるな。ついでに隠し子の養育費を減額しようとしたことも忘れるな、このハゲ。全然忘れないね。その人は全然忘れないんだ。全部みんな積極さやな。世直しに。世直しがね。年末ですから、ね。はい。ラジオネーム。ロマーリオ・フランシス。FN 都知事。東千鶴&翔英のピースボートで世界一周という番組にて、イタリアに着き、翔英と東千鶴が分かれて散策をし、お土産を買ってくるという場面で、イタリアのおしゃれな皿とサバ缶を買ってきた東千鶴に対し、翔英は海で遊び、持ってきたお土産は貝殻と死んだ人でという一幕がありました。おい、翔英、綺麗な貝殻持ってこれたね。俺はもしかしたら海水持ってきちゃうんじゃないかと思ってもそわそわしてたから、固形物持ってきたことはもう褒めてやろう。でもな、お前幼稚園児でもないだろ。だからお土産って言われたらな、お店に入ってお金払って何か買うっていう行為をしなきゃいけないんだと思うよ。ワンカッパーでもそんな常識知ってるから、せめて日本で待ってる家族にはもっといいもの買って行ってやれよ。あと来年の24時間マラソンも頼むぞ。無事イタリアから帰ってこいよ。なんだよ。その番組見るなよ。見るなよっていうのもおかしいけど。三平。来年1月ドラマ化される相席スタート山崎圭さん原作のちょうどいいブスの勧めに対して、放送前にもかかわらず批判の声が殺到している模様です。ちょうどいいブスなんて言葉が出てくる場所で好かれるより、あなたは素晴らしいって言ってくれる人を見つけた方がいいよ。山崎圭とテレビのせいで内面磨きを頑張っていたいい子が、ちょうどいいブスって言われるようになるの辛すぎない？女房の、女の子の母から言わせてもらうと、ちょうどいいブスも、ブスもいないです。みんな誰かの可愛い娘です。うるせえなぁ。見てもねえのにピーピーわめくんじゃねえケロブスどもが。あれもダメこれもダメ、不謹慎不適切、清く正しく美しく、真顔で生きよう素敵なライフってかバカ。気に入られニュースに難癖つけてる時点で薄汚ね、町の賢者と同類だろ。つまり貴様らもまた社会のダニ、エンジェル気取りのメスゴキブリ、ネットに湧いた丸っこいウジ虫だ。しっかり認めろクソ美人ども。ま、俺もこの本読んでないしドラマも見ないけどな。すごいもんね。あんな失礼なこと言うやつ殺せっていうやつがいるからね。すごいよね。お前まず逮捕だぞ。上行っちゃうもんね。まあでもハロウィンでトラック転がしてるやつが逮捕されてよかったですね。はいはいはい、よかったですね。まあだから本当にこうやってどんどんいろんな世界で逮捕者が増えてほしいなと思います、ね。まあ自業自得ね。明日は我が身ですけどね。安田みたいな。安田さん、お前もな。はお前もだぞ。なんでよ、俺。万引きすんなよ。しませんよ。うん、
何ですか、したことあるみたいな言い方でした。顔がもう、顔がじゃないんだよ、あんたのあだ名のせいですごい嫌な思いしてんだから。誰が悪用泥棒だよ。お前だよ。誰がなんとかだよって言った後にお前だよなんて言っちゃダメなんだよ。誰が楽屋泥棒だよって突っ込んだ。久保田。いや違う。するな。俺の目の前で。バキバキじゃない。怒られちゃう。ラジオネームブラザーフットオブスティール、はい、12月30日にプロレスデビューする元光源氏大沢みきおが不用品を売ってデビュー戦のコスチューム代を稼ぐというテレビ番組の企画に参加。ギター、クロムハーツなど革製品などを売却し、総額47万円を手に入れた大沢はご満悦な表情で、リングコスチュームにいい生地使っちゃおうかななどと語っていました。北尾こっちかてめえは。フル。かんなかった。その調子だと絶対に革ジャンとサングラスで入場するつもりだろう。まだデビューもしてねえ素人の分際でコスチュームにこだわってんじゃねえよ。新人レスラーのシンボルこと黒のショートタイツの相場は8000円。黒のリングシューズは1300円のハロウィングッズで十分。そしてお前の投稿はプライスレスだろう。見せ方にこだわるのは一流。技にこだわるは二流。三流は三流らしく裸一貫。気持ちでぶつかってこい。どうやれんのか、おさ。4年三平孤高の住所不定無職高野花浩二氏がフライデーの突撃取材を受けて今年の抱負や息子との関係などを語っていました。以下記者とのやり取りです。あ、今年の抱負はまあじっくりね、勉強です。人生勉強ですから。雄一さんとは連絡取ってますか？いえ、息子も人生経験を積まなければいけない時期でしょうね。息子さんは吉岡里帆さんの弟を弟子にして靴のトラブル処理を押し付けようとしていたようですが。そうなんですか。息子とは話してないんです。全く人生勉強させないといけませんね。おいタカ、勉強うるせえぞ。現実を見ろ。勉強で解決できる問題なんか一つもねえだろ。何の勉強してんのか知らねえけどな。勉強の合間に息子と話せ。兄貴探せ。母ちゃんに電話しろ。トカゲの尻尾みてえに家族の縁を切るな。寄り切りばっかりしてねえで人への歩み寄りを勉強しろ。応援してるぞ。素晴らしい。勉強ってあげときましょうか。ケーキですね。パン。お年玉です。エンジェルあげておきましょう。パン。ラジオネーム、だましやすけし。今年現役復帰できなかったら二浪目に突入する一浪の野郎の現状が明らかになる。うまいね。今年現役復帰できなかったら二浪になる一浪の現状が明らかになりました。一浪は3月20日21日に東京ドームで行われるアスレチックスとの開幕2連戦に選手として名を連ねることが内定。2試合で7本ヒットを打つようなことがあれば、3試合目以降もプレーするチャンスはあるだろうね。と、現地の誰かが語ったそうです。いやー、昔からイチローはすごいと言われてるんですが、何がすごいかと申しますと、才能があるのに努力を惜しまないのがすごいと言うんですな。私なんざ才能もなければ努力も嫌い、働くのなんかもっと嫌いという人間ですから、イチローの気持ちなんてちっともわからない。唯一イチローに勝てるのは性欲の強さとセックスのうまさだけだなと自負しております。しかしそんな才能も断ち枯れていくもんで、イチローも職を失いそうになってるんですな。イチローに野球の矢の字から教えてやれるやつがいればいいんですが、周りは外国人ばかりだからそれも難しい。今年ダメだったらイチローもそろそろ就職活動なんかせにゃいけなくなります。だけどイチローは野球以外やったことのない男です。ジョークもつまらない。古巣のオリックスに戻れたら一番でしょうが、面接は厳しい。ですが私はイチローはオリックスに戻ってくれると信じています。ホームに帰還するのがバッターの仕事ですから、お後がよろしいようで。なんか二浪する一浪のあたりから怪しいなと思ってたんだね。ずいぶんうまいこと言うな。お年玉でしょ。エンジェルあげましょう。パン。くだらないよ。バットでぶん殴られるぞ。余計なこと言ってたら。ラジオネームパンチドランカー斉藤。身内に厄介者がいる高田久美がインスタグラムにて一行とのツーショット写真を披露。ファンからは、
くーちゃん大好き。くーちゃん小顔すぎ。待って、鬼かわいい、ヤバタンとのコメントが。はぁ、どいつもこいつも脳みそ小さいコメントばっかりで新年早々チンゲに白髪生えそうだわ。特によ、顔小さいってコメントしてたやつに言いたいんだけどな、一行と並んでたら誰でも小さく見えるんだよ。スーパースポーツゼビオに行ってな、ファーストミットとセカンド用のグラブ比較してよ。セカンド用のグラブちっちゃすぎってわざわざ言わねえだろ。ファーストミットとセカンド用のグラブじゃ大きな括りは一緒でもな、使用用途が全く別物なんだからさ、これじゃあファーストミットの一個が不憫だよ。これからはファーストミット改めミットの顔がでかいことは言ってやるなよ。ミットにはミットのいいところがたくさんあるんだから、甲田久美だけじゃなくこれからはミットのいいところもどんどん褒めてやれよって。何コーダクミね。コーダクミさん。大丈夫かな、みそのちゃんは。なんか旦那さんなんか病気で大変だったね。なんかね、そうみたいですね。ラジオネーム三平。金を餌にしてフォロワーを釣り上げる前澤タイプの大人気 YouTuber ヒカルさんがファンの女性に送りつけていた卑猥かつ脅迫的な DM のスクショ写真が文春オンラインに掲載をされていました。もちろん無料の記事しか読んでいませんが、大体こんな感じでした。調教おねだりしてみろ、こんな言葉で喜ぶ変態やろ、どうせ俺のためにエッチな写メ送れ、見てあげるから。なんだこのボンクラ、 SM 下手すぎるだろ。俺様みたいな有名人にこんなこと言われたらたまんねえだろじゃねえんだよバカ。クソみてえな少女漫画に影響された小6の一角性ガキじゃあるめえし、興奮するポイントが出せんだザコが。地味なおばさんの前でしこることで S と M の間で揺れる羞恥心と支配欲を絶妙に刺激してくれる奇跡の AV、 おばさん僕の線ずり見てください、シリーズ見て勉強しろクソチューバー。いろんなところに目向けてるね。向けてますね。偉いね、確かに。ラジオネーム夏色のナンシー関。バイエルンミュンヘンに所属をするサッカー選手フランク・リベリーが金箔がふんだんにあしらわれたステーキの食事風景を SNS にアップしたところ、ネット上で批判が殺到しました。リベリーは批判に対して以下のような反論を投稿しました。まずはコンドームが破けたせいで生まれたことを間違いなしのネタミヤの怒りん坊たちへ。お前らのお袋もババアも一族全員くたばれ。お前ら何様のつもりだ。俺の成功は何より神の恵みだ。俺と家族、俺を信じる人間にとってお前ら赤の他人なんて靴下の中の小石でしかない。おいおい、くだらねえことに食いつくバカもバカだが、お前年俸10億円もらってるくせにゲスナーみたいな文章を書き綴ってんじゃねえよ。お前年俸10億円ってことはまあ時給換算で114,000円、俺の生涯賃金より多いじゃねえかよ。お前はなとっとと玉蹴りなんてやめてな、この番組のスポンサーになってくれよ。それでノベルティにドイツのうまいビール送ってくれ。それはやがて俺たちの血となり肉となり質の高いメールを生み出す。次は放送会のバロンドールギャラクシー賞に一緒に取りに行きましょう。めちゃめちゃ面白いじゃんリベリー、かっこいいね。かっこいいね。やっぱ金やると強いわ。すごいね。いや俺もやっぱり100億ぐらい手にしたらこうやってやりてえわ。まずはコンドームが破けたせいで生まれたこと間違いなしのネタミヤの怒りん坊たちへ。お前らのおふくろもババアも一族全員くたばれ。ラジオネーム三平。歴史的秘宝です。セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなどのチャラいコンビニが今年の夏までに成人向け雑誌の販売を停止することを発表しました。東京オリンピックなどの国際イベントを前に外国人観光客からのイメージ低下を防ぐためとのことです。いい加減にしろ。コンビニでエロ本買ってるクソジジイどうすんだよ。熟女戦火の発売日に自転車こいでよ、金玉爆発させながら本屋はしごするジジイの労力考えろバカ。日本を支えてきたエロジジイの楽しみ奪っといて何がイメージの低下だ、何が観光客だ、何が全面禁煙だ。タバコとエロ本隠さなきゃ開催できねえオリンピックなんぜやめちまえクソが。東京オリンピックは中止だブランメ。町の賢者だわ。町の賢者だね。どうだよ。
子供なんてさ、はい、まあな、外国人のために今排除してんだけど、子供買わないよね、エロ本ね。もうだってネットでいくらでも見れるんだもん。そうですよね。ネットでもう奥の奥まで見れんだよ、別に、女体の。そんなエロ本買いに来ないね、子供はね。子供は行かないと思う。ジジイだけよ、本当に。かわいそうな、本当に。ジジイどうすんだろうね、本当に。ジジイもでもスマホ使えんじゃないの。でもほら、わかんないジジイもいますからね。髪の匂いイコールも女性の匂いと思ってるやついるからな。この髪の匂いはぁーっていうやついるだろうからね。そう、あ、いるのかな。え、これあげとこう。パン、はい、寂しいね、それ、うん。ラジオネームブラザーフットオブスティール。タレントの壇蜜がおむすびの日の PR イベントに出席をし、過去に半同棲していた男性とのエピソードを語っていました。彼にはお弁当を作ってたんですけど、おむすびの具材が彼の好みかどうか心配で、11時45分ぐらいからどうだったとかメールをしちゃって、余裕がなかったんでしょうね。もうちょっと気軽に食べてもらえたら長続きしていたかもしれませんね。まあそうだな、男からすれば蜜は少し重く感じるかもしれないよな。まあ蜜が愛情込めて握ったおむすびにどんな具材が入ってようが、結局それは蜜そのものなんだし、気にすることでもないんだよね。男ってのは自由気ままな渡り鳥、愛の深さをいちいち品定めするような器用さは持ち合わせちゃいないのさ。いいかい、ミツ。お前には男を選ぶにはまだまだ青い。せいぜい選ばれる側の女になりな。愛は押し付けたり縛り付けるものではなく、互いに手を取り合い、作り上げるもの。そんなおむすびを、ミツもいつか作れるといいな。ミツって言うなよ。ミツってなんだよ。